はチャンネルダットのお時間です。大事です、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、何かと言いますと、ワンピースレッド公開されてます。今ね、公開されてるんです。で、自分はね、初日に見てきたので、まだ見てない方、見た方がいいよっていう動画です。はい、はい、そんなわけで、早速映画館で初日見てきたんですけども、まずね、めちゃめちゃ混んでた。はい、めちゃくちゃ混んでましたね。満席ですよ。あの、一番広い、映画館の一番広いスクリーンでめちゃめちゃ満席でした。はい、端っこ、一番端っこ一席空いてるところを取って見てきたんですけども、はい、あ、そうそう、今日ネタバレなしですからね。ネタバレはしないです。はい、大丈夫です。ネタバレはなしです。はい、今回のね、今回の、映画、どんな人が、見たらいいかなっていうところを伝えていきたいんですけども、まず一つ目、まあね、なんて言ったってワンピース今25年ほど続いてて、私もね、一時ね、読まなくなってたんですけど、まあ最近なんか考察の YouTube とか見たりとかして、まあ、 あのちゃんと読んでないかもしれないですけど、まあなんとなくストーリーは終えていってる感じなんですけども、いよいよ、最終章に突入ということで、本編の方もね、盛り上がってきていますけども、この映画、ワンピースフィルムレッド、こちらはですね、まずこんな人に見ていただきたいなっていうのを、一つ目、三つあります。まず一つ目、アドさんが今回、歌唱部分を、ウタというね、シャンクスの娘と、予告で言われている、娘がね出てくるんですけども、それの声優さんと別に、これあのパリピ孔明と一緒ですね、歌、歌唱部分についてはアドさんね、うっせぇわのアドさんが歌ってます。この、アドさんが好きな人はぜひね、見てください。はい、十分ものすごく楽しめると思います。いっぱい曲があるんで、はい、ちょっと、まあネタバレまではいかないですけど、ちょっとミュージカルチックな、雰囲気でいっぱいね歌があるんで、アドさんの好きな人にはまずたまらない。そして2つ目、まあワンピースって有名なキャラクターといえばシャンクスですよ。赤髪のシャンクスね、赤髪のシャンクスが、初めていっぱい出ています。はい、はい、初めていっぱい出てきます。まあね、漫画でもアニメでもあんまりね、そんなにシャンクスが動いてる部分っていうのは少なかったんじゃないかなって思うんですね、この25年の間に。今回はね、たっぷり出てきます。シャンクス好きの方はね、とかシャンクスについてのね、いろんな考察があるじゃないですか、言われてる、どっちの味方なんだろうとか、二面性があるのか二人いるのかとか、いろいろ言われてますけど、まあ、あの見ていただければね、結構スッキリするんじゃないかなっていうふうに思います。はい、2つ目で、3つ目、3つ目はね、やっぱりね、大画面で見た方が迫力がね、迫力が、ね、全然違うんで、あと音もすごく良かったし、まあ Ado さんが歌ってる部分もあったんで、そういうのも含めてね、あの音楽もそうだし、まあ、画面もね迫力があって、もう当然、ラストの方は戦闘シーンっていうのがね、これはもちろん、王道で出てくるわけですけども、もう本当に迫力があってとても面白かったので、ぜひね、このワンピースフィルムレッド、お子さんと一緒にね、見に行っていただきたいなと思う映画です。はい、まあね、またちょっと後日ね、15日以降に、公式さんから15日以降に、まあちょっと考察系なものを上げていいっていうことなので、今日はあの宣伝だけ、あの見た方がいいよっていう、いい映画でしたよっていうことなんですけども、はい、またね、考察の動画、ちょっと初めてですけど、上げてみたいなと思うので、こちらもお楽しみに、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、ワンピース、フィルムレッド、ぜひね、皆さん見に行ってくださいね。それではまた。
今